はい、今回は11月30日から開催となる米女子ツアーの旧シリーズについて語っていきたいと思います。まずは米女子ツアーの旧シリーズの概要についてですが、開催日は11月30日から12月5日の6日間で戦います。開催場所はアラバマ州のマグノリアグローブゴルフコースとなっています。今季日本勢からは3名の選手が最終予選会に出場予定となります。この予選会について旧シリーズや旧スクールなどの単語を耳にしたことがあると思いますが、このあたりについて簡単に説明していきたいと思います。まず米女子ツアーの出場権をかけて争われる予選会のことを旧スクールと言います。クオリファイングスクールの略で旧スクールと言われます。日本女子ツアーでいうクオリファイングトーナメント、いわゆる QT と呼ばれるものに相当します。旧スクールは3ステージ用意されていて、ステージ1、ステージ2、そして最終予選であるファイナルステージと展開していきます。このファイナルステージのことを旧シリーズと呼んでいます。世界ランキング75位以内であれば、ファイナルステージとなる旧シリーズから出場可能となります。吉田優利選手、西郷真央選手はこの条件を満たしているので、旧シリーズから参戦していくことになります。原英莉花選手や馬場咲希選手などについては、この条件を満たしていないため、ステージ2から参戦をしたのですが、原英莉花選手は残念ながらスコア誤記による失格、馬場咲希選手は見事ステージ2を通過して、旧シリーズに参戦していきます。最終予選である旧シリーズは、11月30日から12月5日の6日間で戦っていきます。昨年までは8日間の144ホールと長丁場の日程だったのですが、今シーズンからは少し短縮されたようですね。そして旧シリーズの最終成績が45位までの選手に来季の出場権が与えられることになります。ただ45位以内に入ればそれで大丈夫とはいかず、この時の成績がそのまま出場優先度となっていくため、日本女子ツアーの QT ランキング同様にできるだけ上位を目指していく必要があります。目安としては20位以内に入るのが目標となってきます。昨年は西村優菜選手が24位と20位以内に入れず、出場できる試合も限られギリギリの出場権で健闘していました。旧シリーズに参戦する日本人選手は吉田優利選手、西郷真央選手、馬場咲希選手の3選手となります。なんとか全員揃って米女子ツアーの出場権を獲得していってほしいですね。ちなみに稲見萌寧選手は TOTO ジャパンクラシックに優勝して米女子ツアーの出場権を獲得しています。これまで国内専念という意向だったのですが、予想に反して来季から米女子ツアーを主戦場とすることを表明しましたね。続いて旧シリーズに挑戦していく選手についてですが、まずは吉田優利選手。スタッツとしては平均飛距離が34位、フェアウェイキープ率が21位、パンオン率が37位、リカバリー率が1位、パンオン時の平均パット数が10位となっています。全体的にバランスが良く、グリーン周りの小技やパットが上手い選手です。日本女子ツアーの最終戦である JLPGA ツアーチャンピオンシップでは12位という成績でした。初日と2日目とやや出遅れた感じでしたが、3日目にスコアを大きく伸ばしてきました。今年9月あたりに米女子ツアーの最終予選会である旧シリーズにエントリーしたことを表明したのですが、それまであまり米女子ツアー参戦の意向の雰囲気があまりなかったので、突然のことでびっくりした記憶があります。本人のコメントとしては、もともと米女子ツアーに行こうと思っていた、行くなら今年が年齢的に最後かなと思い、タイミングが良かったと語っています。5月にメジャーであるサロンパスカップに優勝し、複数年シードを保持できたのも後押しになっているのかなと思っていたのですが、本人としてはあまり関係がなかったとコメントしています。それでも複数年シードはラッキーだったとコメントし、安心感にはつながっていそうな気がしています。早速最終戦の JLPGA ツアーチャンピオンシップの最終日の翌日に渡米し、米女子ツアーの最終予選会へと臨んでいきます。本人の意気込みとしては、やっと今まで準備してきたものがどうなるか結果に出ると思うのですごい楽しみ、来年はどうなるかわからないが精一杯自分らしいゴルフをしたいとコメントしていました。今季は予選落ちがたったの2回で安定した成績を出しています。米女子ツアーでも通用する実力の持ち主だと思うので、できるだけ上位での出場権を獲得していってほしいです。そして西郷真央選手、スタッツとしては平均飛距離が22位、フェアウェイキープ率が61位、
パンオン率が4位、リカバリー率が78位、パンオン時の平均パット数が6位となっています。ドライバーやアイアンなどのショット力がある選手ですね。そしてパットも上手い選手です。課題としてはリカバリー率をもっと良くしていきたいところでしょうか。日本女子ツアーの最終戦である JLPGA ツアーチャンピオンシップは欠場して、最終予選会である Q シリーズの調整を優先しています。欠場した理由としてはもう一つ、昨年の最終戦では西郷真央選手が絶不調に陥り、通算35オーバーという結果となり、2003年以降でワーストとなる不名誉の記録を出しています。米女子ツアーという新たな道に向けて、こういうマイナスのイメージも避けておきたいという狙いもあったかもしれません。今シーズンは調子が低迷し、なかなか成績が出せていないのが続いていましたが、徐々に調子を上げていき、伊藤園レディースでは見事な復活優勝を遂げました。今は自信も取り戻し、調子も上向きだと思うので、このまま米女子ツアーの出場権を獲得していってほしいですね。そして馬場咲希選手、2022年に全米女子アマの優勝という快挙で一気に有名になった選手ですね。その後日本女子ツアーや海外メジャー、各アマチュアの大会などに出場し活躍をしています。5月に開催された日本女子ツアーのメジャーであるサロンパスカップではローアマも獲得をしています。そして日本女子ツアーのプロテストにも一発合格となりましたね。ただ来季の出場権の獲得については、日本女子ツアーの QT と米女子ツアーの Q シリーズと日程が重複してしまったため、日本女子ツアーと米女子ツアーの予選会についてどちらに参戦するかに注目が集まっていたのですが、夢を叶えたいという目標を持って米女子ツアーの Q シリーズへの参戦を選択しています。ドライバーの飛距離が出る選手なので、その飛距離を生かして出場権を獲得していってほしいですね。そして TOTO ジャパンクラシックに優勝して米女子ツアーの出場権を獲得済みになる稲見萌寧選手もご紹介したいと思います。スタッツとしては平均飛距離が32位、フェアウェイキープ率が17位、パンオン率が9位、リカバリー率が30位、パンオン時の平均パット数が25位となっています。総合力の高い選手となっていますね。特にアイアンショットに定評のある選手ですが、パンオン率が9位とスイング改造後スタッツの数値も回復していますね。日本女子ツアーの最終戦である JLPGA ツアーチャンピオンシップでは12位という成績でした。2日目にスコアを大きく崩してしまいましたが、その後アンダーパーのプレーで順調に順位を上げてきました。 TOTO で優勝しているので、早速1月に開催される過去2年間の優勝者のみが出場できるヒルトングランドバケーションズと、その翌週の LPGA ドライブオン選手権と2連戦で出場する予定となっています。本人のコメントとしては、オフがほとんどないので短い期間でできるだけ練習をし、米女子ツアーは一生に一度だと思って楽しんで、海外でもテレビに映るように頑張りたいと語っていました。早速1月からプレーを見ることができるので楽しみですね。はい、今回は米女子ツアーの Q シリーズについての概要や事前情報、そして注目選手について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。